中継はおなじみゴルシさんでお送りします。まずは新人トレーナーさんに突撃インタビュー。今日のレースに向けて意気込みをお聞かせください。おいおい、せてぶち壊しまんかてめえは。そうだって何回も言ってんじゃねえか。今日はお前の力が必要なんだからしっかりしろよ。ほら、トゥインクルシリーズに出るにはトレーナーが必要だろ。レースの申し込みまではトレーナーなしでなんとか騙せてきたけど、さすがに今日ばっかりは無理っぽくってさ。はあ？なんでお前をトレーナーに選んだかまだ気づかないのか。お前さ、いつもトレーニングコースの隅から私たち馬娘の走るとこを見続けてただろ。雨の日も風の日も強い信念を持った瞳で毎日毎日それを見て私は感じたんだ。ああ、こいつ暇なんだなってさ。まあまあ、リアクションも悪くねえし、ノリもまずまずだし、私は割と気に入ってるぜ。と、そろそろ時間だな。じゃ、フラストレーションを豪快にぶちまけてくるわ。しっかり眼球に焼き付けとけよな。コーナー回って最後の直線、先頭を逃げる。これは決まったか。ここでゴールドシップがものすごい速さで上がってきた。先頭に並ぶまで3馬身、1馬身抜いたところでゴール。ゴールドシップ見事デビュー戦を勝利で飾りました。走りだってなもんよ。だろだろ、誰より早く誰より目立って勝つ、それが私の神髄だからね。お前の顔を見る限りバッチリ楽しめたようだな。今までで一番いい顔してるぜ。じゃあこれからもトレーナー続行ってことでいいよな。共に人々の平和を守ろう。うわー、フラストレーションが足りねー。次のレースまであと何日だ。3日か2日か。このままじゃ私バーニングスピリッツが足りなくてうまく走れねえかもしれねえ。つうわけで宝探しだ、宝探し。フラストレーションのもとを探す旅に出るぞ。